バビルサは、哺乳工具帝目イノシシカバビルサ属に分類される、偶帝類。インドネシア、ソリュービジー島では絶滅した。体長85から105センチメートル。肩高65から85センチメートル。体毛は少ない。バビルサは、その2体の牙で有名である。上下の剣士はとても発達し、頭の肩に湾曲している。 オスの上額剣士は肉を貫き花のてっぺんから突き出ているほどである。この牙は何のためにあるのか、はっきりとしたことはわかっていないが、牙が折れているオスよりも、牙が立派なオスの方がよりメスと交尾できることがわかっている。時折オス同士で喧嘩をし、相手の牙を折るのは競争相手を減らすためだと考えられている。以前は、 キューバビルサビー・ベイビン・ラッサのみで、バビルサ属を構成していた。二千一年にアッシュを、それぞれ独立種、セレベスバビルサビー・セレブンシス・トギアンバビルサビー、タジネンシス・バラボツバビルサビー・ボラバチュエンシスとして、分割する説が提唱された。生息地は、熱帯ウデンや塔の茂みの下場え、川や湖の岸などで、これは、体毛のほとんどない灰色と茶色のブチ模様の皮膚に、とっては、 期待場所となる。雑食性で、時々パンギノキなどの生産化合物が含まれた、有毒な新芽や葉を食べ、下毒作用のある特別な水たまりの水を飲んだり、泥を食べることでこれを中和する。しばしば何キロメートルも歩いて、これを行う。パンギノキは有毒であるが、栄養価が高く、1から2個で1日の栄養をまかなうことができる。また湿地帯では泥を浴び、体についた。 寄生虫を取り除く。分布が限定的であることに加えて、森林伐採による生息地の破壊、非イスラム教徒による食用の狩猟などにより、生息数は減少している。1931年に抗議のバビルサは法的に保護の対象とされた。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。 このような独特な外観を持ちながら、個体数は年々減少の一途をたどっており、現在数千頭ほどである。理由としては、他の多くの絶滅危惧種と同様に、森林伐採や密漁のほか、1回に産む子供の数が1、2頭と少ないこと、前述した条件を満たす生息地が人間の生活圏と重なってしまい、開発されて住処を奪われたり、 外獣として駆除されたりというようなことが起こっていることが挙げられる。1931年により、インドネシアの国宝によって保護されている。死が割れ、また産出の意を持つことで、ハラーハーにおいて、バビルサは実際はカーシェールなのかどうかという論争があった。結局は、バビルサは、半数動物ではないことが発見され、したがって、 他の豚のように不浄な生き物扱いのままとなった。ありがとうございます。